song Robin sings through his of endless praise. The moment Robert Brooke at eventide. じゃあ最後三つ目ということでですね、今日もご視聴ありがとうございます。今日もジャズボーカル溝口由美子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ白人ボーカルとかいろいろあるけど、まあちょっとさすがにいろいろ話行き過ぎたんで、まあ白人黒人っていうのはあんまりこう向こうの人はあんまり気にしてない。まあでも気にしてる人は気にしてるのかな。やっぱ人によると思うんだけど、俺はやっぱ前、さっきもちょっと話したけど、その黒人ドラマの中でみんなでこう練習してた時に、みんながなんかメル・ルイスのフレーズいいよねって言ってた時に、あ、結構みんな、なんか白人っぽいフレーズも結構取り入れるんやねって言い方した時に、もう結構、なんでそんな白黒関係あんねんっていう、めっちゃ、予想以上に詰め寄られたのが結構僕はびっくりして。かと思ったら俺その日の後かな、その次の週かなんかに、演奏してたら、そのトランペットの子が、ビッグバンド一緒にやってたトランペットの子が、ずっとシアトルにおった時な、ちょっとしばらく滞在してた時に、俺が入ると部屋出てくんやんか。で、なんか俺のこと嫌いなんかなと思ってたら、なんか一回聞いて、なんか俺悪いことしたかって聞いたら、色やんって言われて。って言われて。ちょっとびっくりして、日本でそんなことってないやん。で、ちょっとその、お前のドラムもすごくいいと思うし、まあみんなが、その、なんか悪いやつじゃないのもわかるけど、俺は黄色と一緒の部屋で空気を吸うのが嫌やと。だからそれはもうどうしても、なんか昔からそういう教えやから仕方がないから申し訳ないけどって言われて、その、理由がな、黄色っていうところがどうしようもないやんか。あの感覚って、びっくりしたよ、やっぱり。自分のパーソナリティ以外の部分で、こう、格付けされるのはちょっとびっくりしたの。あれはやっぱり、普通の人じゃ感じられない衝撃やな、こういう感じなんや、みたいなのがあって。今はでもほんまにこう、ニューヨークなんかはもう雑多民族やから、特にこのシアトルの方の結構田舎の方に俺はいたんで、ちょっと田舎に行けば行くほどそういうこう、異民族嫌がる傾向にある。らしいね。そういう話。アメリカで住んでた人、そのちょっと田舎で住んでた人の話聞くと、やっぱすごい差別っていうか、いろいろ聞くよ。もの珍しいって、なんかパンダ見てるみたいになんか扱われたっていう子もおったしな。日本から来たのみたいな。なんか人間じゃなくてパンダみたいなイメージ。これ食べるみたいな。食べれるみたいな。あ、食べたみたいな。みたいなイメージやったとか言って。そういう人も、まあ、僕らにはなかなかわからん。で、今回はちょっとやっぱコンテンポラリーの話しようかなって。僕大好きなボーカリーズっていうのがあって。うん。みちゃんも結構やったわ、ボーカリーズは。いろいろ。ボーカリーズっていうのは、まあ、ボーカリーズっていうのは、これこの間ね、クラシックの人から言ったけど、クラシックの人ってボーカリーズって何やっけ？母音で歌うことボーカリーズって言うんけど、ジャズでボーカリーズっていうと、誰かのソロに歌詞をつけて歌うみたいなやつ？管楽器のソロとかに合わせて言葉をつけてっていう感じ。そうか、私はそういうのはそんなやってないな。なんかこう、めっちゃそういうの好きな人はおったりとかして、なんか、もともと、誰やったっけ？エディ・ヘンダーソンがそういうの、ムディズ・モード・フォー・ラブっていうのを作ってんねんけど、ジョン・ヘドリックスっていう人が結構よくやってる。いろんなやつ。そうやな、うん、オーニングとかもそうやし、うんうん、ほんまにいろんな曲に歌詞つけてはるし。だから、このナンバート・ヘンドリックス・ロスっていうのはまあとんでもないアルバムで、3人で超絶うまいアルバム、超絶ね、うまい3人組が。面白いよな。インナーメロントーンとか聞いた？これの。インナーメロントーン。全員のソロも全部歌詞つけて、声使って歌いまくってるやつがあるけど、ストリングっていう人が、まあ今、現代的にはこういうのすごく率先してやってる人かなって感じですか。なんかそれはさらにカートリングが即興でやるようになったんやよね。うん、
そう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 。なんか自分のソロやけど、気が管楽器のようなソロの中であるとかね、言葉つけてね、うん、ある。ハートリングのボディ&ソルト、あのデックスターのやつそのまま撮ったやつとか、めっちゃ素晴らしいやつがあんねんけど、うんうんうん。トクちゃんと一緒にやったよ、あれ。トクちゃん全部覚えてきて。うん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 。そう、トクくんはいろいろそういうのいっぱいやってたよね。そういう企画もすごいいっぱいやってたしね。彼は本当にそういうの勉強家やから、うんうんうんね、パートはねもう本当に素晴らしい人で、うん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 、何回ぐらいなんかワークショップでお会いしてる？パートの話教えて、うん、知りたいわ。パートが一番最初に会った時はなんか俺そのリハーサルをたまたま見させてもらってて、うん、めっちゃ難しいスキャットの曲があって、うん、まあ要はなんかコントラファクトっていうかいわゆるそのあの、カンファーメーションみたいな曲を自分で作って歌ってて、うんうん、で、ドラムのベースが決めしまくるみたいな曲があってて、なんだかめちゃくちゃやって、で、最後に、さあみんなで一緒に歌おうとか言ってね、みんな、誰、そんな無理やわーって、歌えるかーってツッコミが入ってたのかな。面白かった。さあみんなと一緒にとか言って、小説ぐらい歌っては歌わせんねんけど、全然歌われへんみたいな。めっちゃ面白い人やなと思うのが印象で、うん、1回目に見たときが、その時は、なんかその、ボーカルの、前もちょっと話ししたけど、ボーカルのワークショップで、まずその女の子が、その、あの、セリニアス・モンクス・コンペティションかなんかね、みんな結構、あの、そこで有名になる人おるやんか、そこで1位、2位やった子に教えるっていう授業を公開でやってたよ。すごい。アメリカでの、どうやったかな、あの時はカナダかなんかでやってたんやけど、たまたまその、見に行ってて、で、あ、これあるから見に行こうと思って見に行ってたら、まあ、なんかその、まずその、なんていうの、彼女たちが歌うところとかは全部その、まず良かったところ全部褒めるわけよ。ここが良かった、あそこが良かった、ここは。コンペティションの後でってこと？そう、だいぶ後やな。こと、で、その、なんやろう、こう。まずその一番さめっちゃ印象的やったのが一人目の女の子がこうイントロの間にこう入ってきて慌てて歌い始めたのがそれが残念やっていうわけよ。で、このイントロはバンプって言ってずっと繰り返しやから君が歌わなかったらずっとみんな繰り返してくれるからここで客の心をつかむのよって言って俺がやるから見とってってでやらせるわけよ。そしたらなんかバーって入ってきてでマイクを溶けて、マイクスタンドが、これが君に被ってると。要は、ここに置いてあったらって、これみんなずっとバンプやってる。ここに置いてたら、君がこのマイク、君ちょっと背低いやろ？顔が被って見えへんやろ？一回マイクスタンド避けて、マイクを持って、マイクをこうやって持って、みんなでこうやってこうやってやれと。で、こうやってやってたら、ほら拍手来るやろ？で、お礼して、お辞儀してから、こうやって歌おうねんって言ってやったりとか。それがね、あまりにも胴に入ってて。胴に入ってた？まずその客を、まず自分に注目させるところが仕事やと。イントロがそこやと。いう話をしてて。で、その後に、こう、結局まあ、君の作曲した曲が、感覚もすごくいいし、ここのコムコハーモニーとかもすごくよくできてて、すごくよくできてるけど、これって恋の歌やんみたいな。で、自分を、これ鏡の中の、鏡の中じゃん。これが、僕がその君が思ってる相手やと思って一生懸命ボーカルにその今の歌詞を俺を口説いてみろこれでつってで口説いた後に今の感じでそのまま歌ってみろって言ったらほんまめちゃくちゃ良かったりとか、うん、そのね人を乗せるのがめちゃくちゃうまいというかカットはさなんかこうすごいミュージシャンシップも高いしさなんかすごい音楽的なんやけど、まあ、すごいエンターテインの人やしね、うん、人柄がすごいそういうの好きな人って感じがするね、うん、でこうひたすら僕が練習したことっていうのはその二人に言ってたのはとにかくまあレコーダーっていいものを買って毎回自分が想像したものが実際にそれが外側で聞いてキャッチできてるかどうかっていうことのその相違点を減らしていくっていうもうこれをずっとやり続けるんだよっていう話を結構みんなやらないんやけど、結局、完成体が自分の中に頭あって、それができてると思い込んでるけど、実は外で聞くとそうでもない。だからそこに耳があればいいけど、まあ、今やったらレコーダーっていうものがあるから、それでやってみようっていう話をしたりとか。あと、その最後のコンサートがあった時にビッグバンドがあって、カナダのビッグバンドで、あんまり上手くなかったんよ。なんか正直。で、バーって入った時、結構イントロ結構ブレブレで、感覚が。
で、その時、バッパバンプやったから、ガーって回させて、で、なんかこう、ここ繰り返してってやったらバンドがそれやったんよ。で、めちゃくちゃバンドがグルーブしてくるように、スキャットし始めるん。で、すっごいスイングに歌うから、バンドがどんどんスイングしてって、めちゃくちゃスイングした時に、バーって歌い始めて、もうそこで観客がブワーって湧いて、で、演奏終わった後に、カナダのこんな素晴らしいバンドの演奏をさせてもらって、僕は本当にインスパイアを受けましたっていうことを、まず人を褒めるねんな。なんかもう、人間性で素晴らしすぎて、ちょっと感動したな、そこら辺は。あ、それはすごい、なんか、フロント奏者の凄みというかやな。うん、シンガーって、まあでも、そう、それはほんまに力があってできることやな。うん、すごいね。いろんな意味の力があるってことやね、本当にね、うん、いろんな意味の力があって、うん、ほんまに音楽でみんなをこう、うん、本当にその場をなんか音楽的にこうできんねんね、うん、なんかなんかクラシックのオケの中でバンドでやってるやつも自分が散々ソロした後にドラムソロさせて、うん、だからなんかこう自分が出るっていうよりかはバンドを光らせたいって感じがすごいする人で、いやでもそれはもうそうですよ、それがジャズのね、まあだからほんまやね、そう思っていくとまただからスタイルとしても面白いですよね、カートリングはそういうね、カートはまあかっこいいよね、で、うん、いや徳ちゃんとやった時もカートのなんか訳したやつがさ、日本語の歌詞を出しながら歌おうって言って、ラブリーで俺プロジェクターで歌詞をこう出して、ちょっとこうスタッフ使ってこう歌詞めくらせて、こんないい歌詞がついててこんなおもろいんやでって話をしたことがあったんやけど、二人で、徳ちゃんと二人で訳してたんやけど、ここわからない、これどういう意味って言ったら、なんとなく俺もなんていうのイメージはわかんねんけど日本語に訳すとどうなんだろうなって話をして、なんかやっぱり抽象的やん歌詞って、で、カートエリングに徳ちゃんがメールして、うん、で、返してもらいながら、ここってどういう意味とか言ったら、うん、ここはこういう意味でこういう意味でって返してくれて、で、二人で訳したやつが残ってる。うん、だめちゃくちゃだから人間的にも素晴らしい人で、うん、人も素晴らしいしね、本当に。でもそんな感じやね、なんかね、すごいオープンな感じですよね。うん、まあ、でも、そういうジョン・ヘンドリックスとかから受け継いだことっていうか、その、そういうビバップ的なことのルーツを持ちながら、すごいコンテンポラリーなというか、自分のスタイルとか、まあ、まあ、年代がね、全然こっちですから、そういういろんなサウンドをこう、本当に、まあ、ある種網羅してって、そ自分の何か音楽を作っていく、っていう部分がやっぱすごいんじゃないかな。やっぱカートはやっぱ現、ね、現在いるシンガーの中でやっぱり。ここに来るまでにもこの辺にいっぱいおるけどな。ほんまに。ほんまにもう言い出したらキリがないから。もうキリないね。本当にすごいもんね。うんうんうん。もうカートはなんかね、今聴けるその中で私もすごいやっぱり、すごいなと思うな。くらいちょっと上の先輩って感じやもんな、イメージで、うん、そうやな、うんうん、なんかカートエリングがすごいこうアップカミングでこうバッて出てきた頃に私もニューヨークとか遊び行ってたから、うん、なんかその頃なんかそういう新しいシンガーがバッて出てきた頃みたいなのがあって、なんかすごい出てきたみたいな感じだったね。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。